この学園の真面目にやるだけ損っていうか。まあ、そういうわけでさ、今から本部に行って買い物すんな。つうことで本じゃね。先生の名前、村垣伊織なんでしょ。うわ、出たテンプレ教師系のセリフ。そういうのいいから、私は私が呼びたいように呼ぶの。とにかく私の邪魔はしないで。熱血体育教師みたいなこと言ってるし、私そういうの苦手なんだけどな。あ、そういうこと言っちゃうんだ。前の担任も似たようなこと言って稽古つけてくれたんだけどさ、もう全然ダメだったよね。なら最高峰の学園だって言うからさ、私この学園に結構期待してた。その学園の教師なんだから当然マジでお金返してってレベル。あんたもどうせ口だけで大したことないんでしょ。私が勝ったら私の買い物を邪魔したんだし、そんくらいしてくれないと私もな。先生意外と腕に自信あるんだ。そんじゃ行くよ。私だけのやり方だ。
私の実力はまだこんなもんじゃないから、次はちょっと本気出しちゃうよ。ついてきてね先生。私をバカにしてるわけ？意外とえげつないね。初めての稽古で相打ち狙いとかしてくる？必死なんだ。平気、もう絶対に食らわないから。だってここからは私のステージだから。ワールドイズマイン。ほらほら、ぼーっとしてるとやられちゃうよ。まぐれは続かないっしょ。どこ見てんの先生。びっくりした。
でしょ。私の天女は私しか使えない。私の戦い方は私にしかわからない。それつまりさ、私に先生。負け負け、私の乾杯。先生すっごいじゃん。今の一撃マジ重くてヤバかったんだけど。というかさ、普通に私の攻撃見えてたの？返されたの初めてだったし。前の担任はもう全然ダメでさ。そんなやつに教わることなんてないじゃん。でもイオリンは別。ちゃんと私の攻撃を。イオリンの授業なら私ちょっと受けてみ。私がもっと強くなれる方。それ気に入ったら毎日ちゃんと授業に出るからさ。ってことでよろしくね。
はじめまして、村垣伊織さん。私が風峰啓雪です。よく言われます。雪月花とはすでに会われたようですね。あの子はまたそんなことを。器用のはいいですが、やり方というものがあるでしょうに。しかも暴走までして、ご迷惑をおかけしませんでしたか。雪月花は少々無鉄砲で、向こうにこれから高村組の指導に当たられると思う。ご厄介をおかけすると思いますが、どうかよろしく。私のことは聞いていないのですね。まあ、いずれわかることでしょう。それより、いくつか村垣さんにお聞きしたいことがあるのですが。私たち風峰家のことはどこまでし。支配下に置くというのは少々語弊がありますね。風峰グループの総帥はグループ結果、皆から風峰家の代表が選ばれているというだけ。いえ、ご理風峰家はご理解、そんな私たちの重要性をご神会の方々は理解していない。いえ、正確には理解していながら、明治維新以前の古臭い思想にこ村垣さんもそうお思いですか。よかったです。私の目に狂いはありませんでしたね。今般、経済を軽んじるなど、時代錯誤もいいところで伝統や慣習に縛られ、この状況を変えること、それが意識改革が進めば、ご神会にあって、それにより風峰家も配当ご神会もさらなる飛躍が望めます。未来に備えるためにも必要な改革であると私たちは考えています。ええ、どうぞ。先に自己紹介をすべきでしたね。私、風峰啓雪は、ゆくゆくは風峰家当主、
そして風峰グループの総帥になる。決闘よりも個人の能力を重視しています。一門の中で最も優秀な者が当主になる。風峰家はこれを代々続けてきました。だからこそ決闘を是として、古臭い印象、私は現在剣道場のフランチャイズ事業、人道ショップの運営、玉鋼の研究所の事業はどれも概ね順調です。その功績を認められて、私は現風峰投手と、私は何の気ですが、私は自らの能力を示すことにより次期投手の候補者として認められたのです。優れた能力を示した者が一族を率いる。これが風峰。この村雲学園は今朱雀院の手中にあり、朱雀院もみじ、彼女が特別扱いを、ゆえに私と雪月花がこの学園にやってきました。雪月花には朱雀院もみじを倒す使命があります。学園の顔である朱雀院に、自分たちの固執していたものが根拠も価値もなかったことを嫌というほど思い知ることになる。朱雀院の敗北を端緒に、これは ただの自己紹介ですよ、村垣伊織さん。私がどういう人間で、どういう腹積もりか、知らないよりは知っておいた方が納得できるでしょ。私はこの学園では特待生という扱いになっています。主計科なので、あなたから直接教わるべきこともないでしょう。先にお話しした通り、私は複数の事業運営に携わっています。普段はリモートで指示を出していますが、場合によっては直接出向くこともあるでしょう。
それらすべては。ですから私、現時点であなたにお聞きしたいこと、また私からお伝えしたいことは以上です。